今日は水曜日ということで夜8時半から生放送をやります。今回も政治の話題を中心にお送りしていきますのでぜひご覧ください。リンクは動画説明欄からどうぞ。さて昨日も取り上げた武蔵野市の住民投票条例案否決についてなんですけれども、関連の話題で盛り上がっていますね。報道では松下市長が条例案の再提出を検討しているんじゃないかみたいなニュアンスで書かれているものもあったんですけれども、これは本人が否定していますね。昨日の臨時記者会見、住民投票条例再提出検討と言っていないのに、新聞見出しには再提出検討、新聞見出しを見てなのか、松下市長は再提出検討に意欲を燃やしているとのことと書いている方も、本人に聞かずに勝手な憶測で書かないでほしいです。議会の決定を重く受け止め今後の対応を検討します。明確に言ってはいないんだけれども、その方向で書かれちゃってると。ただ最後にあったように今後の対応を検討しますっていうのは含みがあるように見えてしまいますよね。この時点では確かに言っていないんだけど、ちょっとこう時間を空けて、まあだからほとぼりが冷めたところで再提出やっぱり必要だと思ってやりますとかさ、そんなのも十分にあり得る話です。それにしてもね、あっち界隈の人からすると相当悔しいんでしょうね。無茶な論を展開する人も出ていますよ。その中で東京大学名誉教授の上野千鶴子氏はツイッターに次のように書き込んでいました。武蔵野市議会で外国人に投票権を認めた住民投票条例案否決、住民の7割が賛成している、否決した議員の落選運動をやったら良い。このツイートが炎上しているんですよ。もう本当なんかこの人たちっていうか、この界隈の人たちってキャンセルカルチャーですよね。そもそも住民の7割が賛成しているっていうデータの扱いがまずいんじゃないでしょうか。アンケート自体は確かに行われているんですよ。住民投票条例案について今年3月に、市民アンケートが行われまして、で武蔵野市っていうのは14万人ほどの人口がいるんですね。アンケートはその14万人の中から2000人を無作為に対象として行われたものです。2000人ですからね、何人回答したのかっていうと、まあ1000人かな、1500人かな、まあいろいろ考えられますけれども、なんとね509人なんですよ。14万人の武蔵野市で2000人を対象にしたアンケートが行われ、答えたのは509人。その509人のうち7割が外国籍の住民も投票資格者に含めるとする市の考え方に賛成と答えたということです。ちょっとサンプルとしては少なすぎるんじゃないですかね。これだから実数でいうと300数十人とかなわけでしょう。その賛成で落選運動までやってしまうのかと。あっち界隈って多様性がどうこう言ってる割に本当の多様性というのは全く考えていなくて、自分たちが崇高だと思う理念を下々の人間に押し付けてやるっていうことじゃないですか。それがね彼らの多様性なんですよ。でその理念に合わない人はやっぱり排除ですよね。こういう落選運動とかさ、落選運動もやりだけやればいいですけれども、より批判される口実を作っているだけなんじゃないでしょうか。本当に上野さんってちょいちょいこうニュースとして上がってきたりしますよね。頭が良すぎるゆえにこう一般人がね、こうやっぱりボンクラから見るとずれてるなって思ってしまうのか、まあ、よくわかりませんけどね、まあ、ともかく続きは生放送でやりますのでぜひご覧ください。リンクは動画説明欄からどうぞ。